ちは。こんにちは。さて、はい、今日は、まあ、今でいうさ、バッテリー賞って優秀バッテリー賞とかあるじゃん、年間で。 ありますね、まあ、千賀と甲斐とかさ、はい、菅野と、うん、まあ、小林だったりとか、はい、大城だったりだとか、はい、言えば大野と誰かとかさ、はい、あと西勇輝投手と梅野とか、はい、やっぱ対戦してきたじゃんこれ、はい、まあ、その中で優秀な、うん、ああこの人たちはすごかったなっていうバッテリーとどう対戦していったのかっていうね、どういうピッチャーでありどういうキャッチャーであったかっていうことをちょっと喋っていきたいなと思って、はい、じゃあまずは今日はまず一番第一弾ですけど、やっぱりさ、うん、このピッチャーを打たないと飯が食えないと思ったピッチャーはやっぱ江川さんなんだよね。じゃあその江川さんを支えていたベストキャッチャーは、それは山倉さんだよね。じゃあ今日はこのバッテリーですねの話をね、はい、ちょっとしていきたいと思うんだけど、まあ早かったなまずボールからですね、江川さん。まあ早かった。あ、江川さんの球種っていうと、まっすぐカーブ、その2つです。 2種類だよ。その2つの両方とも早かったってことなんですか、江川さん。まあ早かったっていうか、まっすぐはもう早いよね、はい、それとやっぱりね、速さだけじゃないんだよ、うん、やっぱ伸びる、このボールの回転数がめちゃくちゃ多いっていう感じがするの、はい、だから本当に投げた瞬間からもうなんか糸を引いてくるような感じで伸びてるという、打ちに行ったらなんか吹き上がるみたいな、あ、ぴょんと、そんなボールだったんだよ。豊さんは江川さんのそのバッターボックスに入るときっていうのは山を張って入ってたんですか、それとも、いや、もうまっすぐ 1,2 の3しかなかったの、カーブではなくってこと。もうカーブなんか待つ余裕なんかない。いや、それが江川さんとの出会いっていうのは、はい、まあテレビで甲子園を見たわけね、はい、江川卓というすごいピッチャーがいると、もうね、高校生同じ相手で相手になんない、もう当てるのが必死だから、全然江川さんのボールに当たったっていうだけで甲子園が湧いたの。もうレベルが全然違ったんですか。そのぐらいのピッチャーだったんだよね、はい、で、ああすごいなと思ってて、中学3年の時に、で大学入る、で1年の時にやっぱ駒澤大学の日米野球のね、はい、セレクションで会うんだよ江川さんに、はい、あ、この人が江川さんだと思って、うん、駒澤の1年生が、あ、僕が受けますって、いや君で大丈夫かなとか言うんだよ、はい、大丈夫か取れるかって言うから、やっぱな、相手だってさ野球を大学までやってきてるわけじゃない。そうですよ、取れますとか言っていきなりガッと投げたんだよ、はい、そしたら取れなかった。だからやっぱ危ないから変わろうっていうぐらいやっぱ早かった、はい、それが1年目に入っていって、俺のプロ入り初スタメンが江川さんだった。それは球場はどっちだったんですか。横浜スタジアム、はい、三三振、このピッチャーを打たなきゃいけないって、はい、江川さんのすごいところっていうのはやっぱね、力任せじゃないっていうところなんで、はい、コントロールには絶対の自信があるし、だからもうとっちらがからないしね、はい、だからそういう意味ではいつでもストライクを取れるから、もう余裕しゃくしゃくなんだよ、うん、で俺なんかまず最初相手にされてない、はい、もうまっすぐでファールファール、うん、カーブ、もう終わりだからあーみたいな、はい、いやそのぐらいなんかレベルの差を感じたよ。でね、江川さんっていうのは特徴的だったのは、このピッチャーを打たなきゃいけないなと思った時にやっぱデータがあるんだよね。そのデータをこう見た時にバッティングカウント、例えば今でいう3ボール1ストライクとか2ボール1ストライク、バッターの方が有利なカウントだって言われるじゃん、はい、その時に見たらカーブが多いんだよ、うんうん、だから相手の心理が分かってるというかさ、打者の、だから打者はその心理を考えればまっすぐを待つんだよ、まっすぐでストライク取りに来るっていう、はい、カーブでひょっと取るの、うん、だから誰も振らないの。そうですよね。だからそのぐらいやっぱこう頭も打者心理も分かってたと、両方持ってるピッチャーが江川さんっていうことですよね、うんうん、トータル的に考えると、はい、やっぱお互い慎重派なんだよね、山倉さんも、はい、山倉さんも危ないと思った時には必ず外なんだ、それは分かってんだよお互いに、うんうん、で俺も分かりだしたんだ、はい、分かりだしてから打て出した初めて。その分かりだすまでにどのぐらいかかったんですか。やっぱ2年ぐらいかかったかな。あ、結構かかった、ね、いや、やっぱ必死だもん。江川さんと一緒に飯食った時にさ、はい、江川さん僕満塁ホームラン打ってるんですよねって言ったら、うん、いや俺生涯一本打たれてないよって、みたいな、いや俺絶対打ってますよとか言ったら、はい、いや全然俺生涯打たれたことないから
いやいやって言って、はい、調べたら、はい、俺と宇野が打ってんだよ。宇野さんも日本とも忘れてるっていうぐらい、うん、嫌なことを忘れるタイプなんだよ。いい性格ですね。いい性格、自分にとって。ただね、江川さんっていうのはやっぱすごいなと思うのは、ギアのチェンジができる。ギアチェンジが、ギアチェンジした時には山倉さんがに聞いたのは、普通のピッチャーだったらこうやって構えるって、はい、だけど江川さんの時だけはちょっと低めに構えるんだ、じゃないとミットが負けちゃうんだ。やっぱそのぐらい力のあるボールを打たなきゃいけないわけだ。でもやっぱりよく考えたよ俺も。こっからはちょっと自慢になるかもわかんないけど、江川さんって小さいバッターには高めで勝負に来るんだよ。なんでかわかる？力負けするから俺らが。あ、だからそれを引っ張りに行くと全部失敗するんだ、はい、だから力任せに速いボールで高めに勝負した時は絶対流してやろうと思ってさ、はい、それでホームラン打ったこともあるし。頭と頭の対決ですよね。いや、だから江川さんは空振り三振しても気持ちよかったんだよ、はい、バーンと来てくれるから、はい、ある時に3ボール1ストライクになって、でデータで俺は分かってるじゃない、うん、こういう時にカーブが多いって、うん、あ、よし、もうカーブ一点張りで行ってみようと思ったらカーブ来たよ、それをホームランしたこともあるし、はい、だからそうやってやっぱ読まないと、なかなかまっすぐを待ってて変化球に対応しますよっていうような、そんな簡単なことを許してくれるピッチャーじゃなかった。で、山倉さんっていうのも、はい、点差によって安全にいかなきゃいけないと。点差がちょっと余裕あったらもうしつこくインサイドに攻める、はい、攻めを見せたりだとかさ、まあ、そういういやらしさがあるバッテリーだったね。あれなんですか、山倉さんがリードしててだったんですか、それとも江川さんが例えば投げたい球を、もう江川、だいたいね、江川さんの場合は、はい、江川さんの投げたい球だよね、を山倉さんがうなずいて OK っていう、うん、だってボール取るでしょ、はい、でこうやって振りかぶりながらこうやって首振ってくるんだちょっと、いやだって2つしかないだまあそうですけど、だから江川さんだってめちゃくちゃテンポがいいんだから。あ、試合時間短いですね。あ、そうか、こうやってカブロがうんってやったら、まあ、カーブ出してたらまっすぐ来るよね。ミットずらせばいいんですもんね、うん、こうやってうんって こういう感じだもん。だからランナーがいる時だけ、ギアを入れる時だけはしっかり見て、はい、間違いがないように投げてたけどさ、すごいですね、うん、だからやっぱり対戦した中ですごく楽しかったしね、はい、これは NHK 調べっていう風に、まあ、江川さんから聞いたけど、はい、当時のスピードガン、まあ、当時のスピードガンはあんまりこうなんていうの、成功ではなかったというかさ、はい、今のスピードガンで調べたら164キロぐらい出てたというね、一番速いボールで。それは出てると思うよ、すでにその時になんか日本記録のすごい、いや、そうそうそう、球速出してたってことですよね、うん、で昔は初速と終速だとかさ、はい、2つ出てたんだけど、最後の方は終速しか出なくなったりだとかさ、終速だったらやっぱ遅いじゃない、初速よりは、うん、だからちょっとスピードガン的にはちょっと遅い感じたけどさ、だけどやっぱ速かったな、今まで見た中で一番速かったし、ボールの質が違ったな、江川さんは。ああ、品が良かった。品がいいんですね、うん、だからバンと投げたらもう投げた瞬間についてる感覚、そこで判断しなきゃいけない。そうですよね。ああ、だからやっぱりこう対戦は楽しかったな。そうです、また江川さんも山倉さん以外とバッテリーって組んだことほぼない。いや、まあ組んだことはあるだろうけど、うん、まあほとんど山倉さんだよね。やっぱり そこら辺もあうんの呼吸が出来上がってる、うん、で山倉さんも江川さんのことは分かってたから、はい、やっぱ高めで勝負をしてたピッチャーだよね。今はとにかく低めに投げろ、うん、投げろじゃない、はい、でも江川さんは逆に高めを打ってみるなら打ってみろみたいな、はい、そういうピッチャーだったね。だ、見てる方も対戦してる方も気持ちのいいすごいピッチャーだったっていうことですよね。だからまあ例えば佐藤岡さんから三振するとさ、はい、もうムカッパラが立つまあ佐藤岡さんには悪いけどそうですね、 ね、でも江川さんから三振したら、うん、よし次の手を考えなきゃいけない、なんかすがすがしいんだよ、いい勝負ができたみたいな。はい、佐藤さんにかわされて三振するとさ、ムカッパラ怒った何でしょうね、この違いはね、この違いは何だろうね面白いですけれどもねあー、なるほど ね、はい、まあそういうピッチャーだったね。はい、ということで、はい、今日は豊さんが対戦した中で、まあ、思い入れの、はい、深い、ね、江川さんと山倉さんのバッテリーについて、そうだね、はい、語っていただきました、はい。